新年一発目撮影ということで、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ただいま5時です。朝の5時。朝が早いです。一発目早いですね。はい、早いんですが、今日は、まあ、引退後の選手密着ということで、はい、那須大輔 YouTube チャンネルおなじみなんですが、牧野智明選手の引退後の密着をさせていただくということで、今日この時間に集まったのも、これからロケがあるみたいで、有名な番組のロケがあるみたいなので、そちらの密着から始めていきたいと思います。寒いし朝早い、行ってきます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いや早いって。早いよ。早いよ。いや早すぎてさ、警備員もびっくりしてる。マジで。おめでとうございます。今日は牧野智明選手、おめでとうございます。もうあの引退されて、いや、密着。じゃあ、早いよ。早いです。お疲れ様です。改めまして、現役生活お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。オフの現役中も活動としては、まあ似たような感じでやってたじゃない、うん、そうそうそう、それの活動量が多くなったみたいな。そう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 。多分皆さん、あのおなじみアベマワールドカップで開催してたと思うんですけど、そこからのこの延長上の引退の仕事っていうことなので、そんなになんかテレビのね、画面を通して見る牧は違和感ないと思うんだけど。あ、そうですか。うん、実際どうですか、そのどう引退後。なんか、大ちゃんとかもそうだし、僕の周りの人たちには前もって報告したり、まあ引退しますっていうことを言ってる中で、目まぐるしくずっとここまで来てるんで、まあ、引退表明してワールドカップ解説して、メディアの仕事をして、もう一日のほぼ半分以上はお仕事してるんで、うん、だからパンって携帯見たら、うわっ、チームが始動してるとか、うん、だからオフ期間あっという間に終わってるし、いつもの自分だったんで、うんうん、だからまだなんかこう引退発表したけども、シーズンオフの延長線上みたいな感じ、イメージは。なるほど。だからこれが多分選手たちが開幕したりとかすると、はい、あ、引退したんだなっていう実感が今全然まだないかな。で、ちなみに、まあ、今日のスケジュールはこの後ちょっと聞くんですけど、はいはい、この牧野智明、まあ、1週間というか、あ、はいはい、タイムスケジュールはどうなってんだよっていう。まあ1日、まあ、分かりやすく何本入ってるとか、はいはい、多い日は何本入ってるとか、うん、拘束時間どんくらいなのかとか、はい、そこら辺どうなんですか、実際問題。いや、おかげさまで、うん、お仕事の依頼がたくさん来てまして、まあ、そうですね。僕、これからサッカー選手じゃなくて、オリプロ所属の槙野として動いてるので、まあ、事務所に仕事の依頼が来たのをマネージャーさんたちが振り分けしてるんですけど、だいたい朝から夜まで、うん、長い時は もう全然こうはしごしながら、うん、テレビ局からテレビ局行ったり、うん、テレビ局で違う取材したりとかもやったりして、まあ今のところはちょっとこう M1 取ったんじゃねえかぐらいの忙しさをなるほどしてますね。え、多い日には何本ですか、その収録で撮影。5、6本って数字にしてしたらちょっとイメージ湧きづらいけど、もう朝から晩までずっと動きまくってるっていう感じだね、はい、今日はその1本目なんですよ、はい、お仕事の今日1本目、はい、1本目で朝の、はい、まあいや5時集合。いや早いよ。早い早い、俺4時に起きたもん、はい、まあいつも通り仕事かと思ったら、うん、いやなんかめっちゃ入ってるわ、そういうのと思って、はい、今回 その仕事の内容っていうのが、そう、今日ね、ちょ実は楽しみにしてまして、いやすごい、成人式に、うん、はい、飛び入り参加ってことで、モニタリングします。すごいあの成人式に参加するのは、まあ、はい、ちょっとある企画とかイベントとかあるかもだけど、うん、今度は仕掛ける側としてモニタリングとして、はい、がっつりやります。それはちょっと早いよ、入りが。いやすごい早いですけど、うん、いやすごい、そんなね有名な番組、そんなもそんなそんな、ね、ありがとうございます。嬉しいよ、そんななんかバラエティの裏側をこう密着してくれる。いやいや本当に、え、実際どうなんですか、ちょっとそれですか。自分の経験したことあるフィールドだったらいいんだけども、うん、このオフ期間結構情報番組のコメンテーターとかもやる、うん、
らせてもらって、やっぱこう普段自分がやったことないフィールドだったらめっちゃ緊張する。緊張する。緊張する。だって俺が事件とか事故とか政治とかそういうことに対してコメントとかもしてるから、サッカーに対してはそうやってできるけど、今まで自分がこう接したことのないような話題とかに対して自分が入っていかなきゃいけないから、やっぱそういう意味ではその勉強とかめっちゃするようになってる。あ、そう、うん、経済史とかなんかそう。経済史もそうだし、今日本がど、まあ、どういうふうに動いてるか、うん、もちろんその戦争のこととか、まあ、政治のこともそうだし、少子化のこととかね、うん、株価のこととかもそうだし、うん、まあ自分なりにいろいろアンテナ張ってやってます。まあ、引退会見で言ったと思うけど、はい、今後牧野もがどうなっていくかっていうのを、はい、どういうための今の活動なのかっていうのを、うん、多分分かったのでしっくりきやすいと思うので、あの引退会見でもはっきり言ったんですけど、僕の次の目標は監督になることなんで、でもちろんその監督になるための勉強もしなきゃいけないし、その監督になるためにはライセンスをね取らなきゃいけないんで、2段階、僕は今 B なんで次 A 級取って次 S 級、この S 級をまず取らないと監督の、はい、資格はもらえないので、またこれに対して時間を費やす期間にしなきゃいけないかなと思うし、ただこのライセンスを取るこの2年間、まあ、最低2年って言われてるんですけど、この2年の中で自分が、まあ、メディア活動だったりその J リーグを盛り上げるとか発信をするとか活動にこの2年間当てていきたいなと思うんで、また自分がプレーしてたところよりもプレーしてないところからの発信の仕方とか違う角度でいろんな人巻き込んでいきたいなと思ってます。はい、なるほどね。よくでもさ、うん、この間音楽番組出たの、うん、そしたらさ、やっぱりもちろん俺のことなんて知らない人もたくさんいるんだけど、うん、初めて牧野さんを生で見たとか、うん、テレビで見てものすごくサッカー見に行きたいと思いましたとか、うん、サッカーに興味持ちましたっていう違う畑の人たちからもめっちゃコメント来たから、うん、あ、そういう意味でももちろん YouTube の発信もそうだし、バラエティの出方によっては違う人たちを巻き込んでこっちに持ってこれるなって思う。なるほど、うん、ちなみにあの、うん、牧野劇場の開幕宣言、うん、あれプレゼンされてたじゃないですか、うんうん、あの演出とかはもう事前に考えられてたんですか？事前に考えて準備しました。これまでプロサッカー選手として17年、やってきました。たくさんのファンとサポーターの力でここまで成長することができました。やっぱりこの興奮とか楽しさっていうのは普段の生活だったり日常で味わうことができませんでした。え、どうだったどうだったな。俺的にはどうだったのこうだったの、いつも通りだけど。いつも通り、うん、俺的にはね、まあそれがちょっと凝ってたっていう。あ、いやでもああやってプレゼンされてるサッカー選手見たことないなと思ったんで、いやもうめちゃくちゃ面白かったですね。本当にスクショしちゃいましたもん。だってはい、あの YouTube の大ちゃんとかさ、おだっちゃんさんよく俺といるしさ、知ってるからあれだけど、なんか一番大事なのって自分がどういう考えを持って引退したかと、どういうことしたいかっていうのを伝えたいいじゃん、うんうん、でいろんな方たちの会見を見たり、いろんな人たちの思いとかを今まで見た中で、全員が全員多分自分の思いを 100% 伝えられて終わってるのかなって思った時に、いやこの形式だったら伝わんないなって思ったよ。だって俺多分めちゃめちゃ体動くし、なんでやめんのっていう声が多かったから、だったら記者の方たちの質疑応答の前、自分がこういう思いを持ってますっていうのをちゃんと伝えるための時間を取ってもらって、まあああいう形で伝えたんで、嬉しいね。でもね、めちゃくちゃ面白かったです。あの何始めるんだろうと思ったら、あのさ会見の後さ、加藤浩次さんとさ、ヒロミさんに会った、うん、あの大御所2人に、おいあげろ、あの会見見たけどすごかったもん。マジ超嬉しかった。それはすごい。そうそう、嬉しかった。いつぐらいからプレゼンしてやろうっていうのを考えてたんですか？いつだっけ、結構考えてたよね。1ヶ月ぐらい。こういうのしたいんです、こういう道具用意してくださいとかね。なんかこのマイクだったら難しいから、このスティーブ・ジョブズこのマイク用意してとか、プロジェクターでやりたいんでとか、このリモコン用意してとか、全部オーダーして、全部ビッセルさんが対応してくれよ。
セルさんすごいよね。ヴィッセル様様だ。YouTube やれてんのはヴィッセルさんすごいよね。すごい。協力的だし。ヴィッセルは本当に協力的でありがたかったですね。引退発表を Going でされたじゃないですか。はいはいはい。あれは何か意図があったんですか。もちろんその昔から俺がプロ5年目ぐらいから Going ファミリーとして取り上げてもらった番組の一つでもあったし、はい、まあもちろんその上田さんとの関係値だったり番組でやっぱり僕の名前とか顔を発信してくれた番組でもあったので、まあ、そこはちょっとこう自分の原点でもあるところから伝えたいなと思ってやったんですけど、引退発表をする日、日本テレビに偉い人たちめっちゃいたよ、うん、で番組始まりますってなったらカメラが向いてるそのカメラの奥側に照明が当たってないところでスーツ着た方たちがダーッて立ってて、うん、もそれ見たらすごい緊張してきてで打ち合わせでじゃあ牧野さん冒頭で照明を落とします、うん、マイクスタンドが1本立ってあるので、うん、そこに自分で歩いてって1分程度離れてください、うん、でこの後に牧野さんのトークがあるのでそこで、いろいろ話していくので、うん、この1分は報告だけでいいです、うん、これね生放送で照明降りて自分にスポット当たって偉い人たちが見えて1分喋ってくれってなかなか難しいなかなかね、かその1分めちゃくちゃ緊張したね、うん、俺そう、うんだってさ引退しますってこれ一言で終わるったらもうあと55秒何喋んの、うん、まあそうだねそうでも思いを語るのはこの後に語るからこの1分である程度のなんかこう報告してほしいとなるほど牧野智明はっていうねこのシリーズを持ってそうでそこからだよね超むずいよそこが残りの尺だよねそう40秒の使い方じゃないなるほどねそれが緊張したなあれはね報道とかも含めて、うん、新しい刺激というか、うん、新しいジャンルのチャレンジっていうところでも、うん、まあその相性もバイタリティがいろんなことやって、うん、引き出しを多くするんですそう今まあそういう意味ではものすごくワクワクしてるし、うん、自分にこれまでできなかったことをする意味でもものすごい楽しみだし、うん、ワクワクしてるんで、うん、それこそ新しい境地を開いたのが大ちゃんの YouTube 活動だったりね、うんうん、そういう意味ではこのなんかワールドカップの解説で現地に行って思ったけど、メディアの伝え方って超大事じゃん。いやめちゃくちゃ大事だ、うん、そのメディアの発信と力でどんぐらいの人たち巻き込めるかって考えたらもうこのワールドカップが証明してくれたように、うん、もうすごいわけよ。おじいちゃんおばあちゃんもそうだし、みんな睡眠削ってでも見るわけ、うんうん、そういう発信を今後も続けていければいいなと思ったし、みんなキラキラしてたじゃん、あの時期知ってたよね。でそれがさ、今度4年に一度そういうブームが起きるんじゃなくて毎週末そういうのが起きて、うん、いやそうだね、今週の J リーグとか、うん、そんな話したら超面白いじゃん、うんうん、まだ5時43分ですえぐいて暑いっすね、はい、まだまださっき起きたって1日今日ですね今日長いよ長いっすよねこれ今日この A スタートじゃん、はい、あと6時間ぐらい経ったらどうなってるかどうなってるかそうですねでも僕も楽しいですよそのモニタリングの生の現場をこの目で見させてもらうんで僕だけじゃないんでモニタリングそうですよねいるの、うん、率直な聞きたい、うん一般視聴者として、はいはいはい、牧野智明さん、引退してすぐなんですけど、はいはい、選手自体と引退してから、うん、どっちが稼いでるんだいって余裕で言って余裕で選手余裕で選手です、今もう全然今余裕で選手ですよそうなんですか余裕です月でしょ、月月ですいや、それは選手の時のマックス知ってるんでいや、まあまあ知ってます、はい、僕は大体もう分かりますもちろん、はい、その CM とか、うんうん、そういうのが一気にゴンって入った時だったら分かんないですよ、はいはい、ただ今の僕がやってる活動でテレビだったりいろんなとこある中でやっぱりさすがに選手さすがにですああ、うん、これそうなんですねやっぱ選手はいいですよ、うん、でも分かんないこれがあと1年経ったりしたら、うん大ちゃん、ちょっと選手の家で稼いでるなって言えるかもしれないねえ、確かに今日朝ごはんなんですけど朝ごはんやばいって、7時だから財布引っ込むのは早いんですよそう
こういうのって先輩が払うやつ。いやいや、ま、いやそんなことないよ。そんなことない。まあ大学ここは、はい、まあまあもうちょっとだいぶ年齢も上なんで早いです。上もらっていいかな。出す。さあさあさあ現地に到着ということで。今6時10分ということで、はい、今日は牧野智明密着と言いながら本当テレビの裏側のこの準備のこのリハーサルだったり本番も含めての大変さっていう、素晴らしい映像を作るにはたくさんのスタッフがかかってきて加わってっていうね、裏側も見れるので裏側撮っちゃいます、ね、はい、裏側撮っちゃいます。裏撮ってもすぐ表出ちゃうからすごいすごい、ありがとうございます。お願いします。椅子があるよ、みんな。入ってない。すいません。ありがとうございます。ちょっとお邪魔しちゃって。お邪魔します。お邪魔します。完全オフの時の牧野君。はい。完全オフから、じゃあどうなるか。こっからどうなるかっていう。こっからパチン決まるから。パチンってね。じゃあ、朝ごはん食べますか。食べましょう。はい。確かに今日成人の日ですもんね。うん。ね、成人の日。那須さんの成人の日の思い出はどんなんですか。思い出がね、ないんだから。あの、一応地元、鹿児島なんで。はい。行きました？行った。で、まあやっぱ、あ、多分同じだと思うんですけど。はい。あ、わかんない。帰った成人式。え？鹿児島帰った。帰った。で、多分周り、うわーってすごかったと思う。広島多分、あの、うん、僕も鹿児島だったんで。はい。田舎者の、みんながわーってこう、はい、で、あんまり仲良くなかった人もこう仲良くこうね、話しかけてくれるっていう。そうなんですか。わー、なすーみたいな、はい、有名人としが来る成人式ってすごくないですか。いやすごいよね、めちゃくちゃ嬉しいよね。それこそ記憶に残りますよね。ですね。はい、リハーサルっていうことなんで、はい、あのちょっとね、そちらの模様は映せないんですよ。これが見てください。ヒュッ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 。え、お湯ある。頭に出す。牧野さん、やっぱこう、あれですよね、スタッフの方でもこう気さくに話しかけて、僕とかも本当に話しかけてくれたりとか、うん、壁作んないかな。だから他のスタッフの方にもすごい喋ったりしてるのが印象的ですよね。あの、牧野ワールドに巻き込むというなんか一緒の空間にいると全員に話しかけてるような感じになるじゃないですか、うん、そうそうそう、ちょっと声も大きいし勝手にチーム牧野っていう、はい、うん、感じになるっていうか、だから彼のあの発信力だったり、はい、影響力、あと人間性が巻き込めますよね。そうですね、うん、帰ってまいりました。まあこれからバタバタ、そうですね、本番に向けての準備が始まるということで、今はい、うん、元々の体してるから、すぐ戻すか、ちょっと下っ腹にね、すぐ戻すか、皮下脂肪が 0.ちょいうずいてきたりしないですか。全くでも多分ロケとかでさ、はい、サッカーとか動きがあるやつやると多分やんなきゃと思っちゃうの。なるほど。まだ今こう体を動かすことないからさ、はい、ダダダダン、はい、着替えましたね。ちょっと5時ですから朝5時に呼び出して、そりゃそうですよもうこんな感じですじゃあちょっとあの変身しますので、はい、いきますよおさあ、いつもの牧野選手だ。バッチリいきますね。朝5時からスタートして、あんな帽子かぶってマスクでおはようございますから来ていきますよ準備します35歳の朝のテンションだね。えぐい。え、着替えます。どちらも。メイクします。あ、どっちがいい？ T シャツだけ。あ、そうそうそう。YouTube 密着されてるって。
ちょっとやばい、太った。いや、マジで、いや、どこどこ、いや、正直、ね、ここが違う、ここが、そんなさんで、ここの、うん、あほら、時間が違う、ロッカールームとかこんな感じなんですか？ロッカールームいつもこんな感じ。ああやって盛り上げてくれるんですよ。なるほど。ってわけじゃないです。自然ですけど。はい。このままで。巻きのスタイルが。もうすぐっていうことで。どう？変わってる感じ？分かる？ちょっと、でもこっからそれメイクが入るっていうことですよね。メイクそんな変わらないね。変わるかな。いやでもまあ変わるかも。慣れてんじゃる。こちら。確かに。では概要欄に貼っといてください。これで髪がしっかりキープできるので、うん。詳しく巻きのヘアを切りたい人は、はい、概要欄の方から。那須大好きチャンネルで箱で買ってもらってもいいですか。どうします。大丈夫です。もらいます。あげます。あげます。もういよいよ、はい、本番前ということで、衣装ですか。衣装。一枚衣装。衣装です。衣装です。ビシッと。お疲れ様。本日1本目終了。はい。どうなりますか。はい。11時。はい。あ、もう12時。はい。朝5時。僕下で見ける。はい。次の仕事。次は全国高校サッカー選手権大会決勝戦に行きます。決勝戦に行きます。はい。行きましょうよ。行きましょう。1本目終了。1本目終了。ワイダリングやってきました。どう盛り上がった。見てないいや俺見れなかったな。あ、そうなんだ。実際どうなん新成人も緊張してるし、うん、まあ俺が出る流れは、うん、モノマネ芸人でいや本人いるみたいな感じだったから。なるほどもうびっくりして、うん、言葉が出ない、ね、そう出てなかったから、うん、俺が逆に喜んでくれたのかなとか盛り上がったのかなって思っちゃったけど、まあでも良かったっす、うん、はい。なるほど。あ、いやいや、それは嬉しいよ。うん、ということで、まあ、はい、まず1本目終了。1本目終了です。で次が2本目。はい、はい、次は国立に行ってですね、はい、高校サッカーの決勝戦の、はい、取材やりたいと思います。ってことはピッチレポーターみたいな。いや、ピッチには行かないですけど、この大会は準決勝と決勝をスタンドから見て、まあ、今の高校年代のサッカーのレベルだったり、はい、まあ、どういう状況かっていうのを測ってレポートを取るんですね。なるほど。まあ、でそれを今スポニチさんでコラムやってるんですけど、それを、まあ、選評というか、なるほど、まあ、そういう形で文字に起こして取材をするっていう感じです。はい、まあ、僕も現地で、まあ、見させてもらうんで、はい、じゃあ俺が思ったことと大ちゃんが思ったことちょっとどう一致するか。いや、ちょっと、ね、後でちょっとガッチャンコしましょう。いや、ガッチャンコしましょう。はい、今の高校年代の、まあ、言ったらトップのね、そうね、そうね、チームなんで、うん、で自分たちが経験した年代とどれぐらいの今差があるのかと、逆にこう戦術だとか個の能力がどんぐらいあるのかってちょっと見て、ね、はい、楽しみですね。楽しみです。うん、じゃあ早速ね、ちょっとこれはあと2時キックオフなんで、はい、12時なんで、ちょっと飯食いますか。はい、飯食って移動しましょう。行きましょう。お願いします。すごいうまそう。あ、もう決まった。おいしいな。どれ中華の大好きで。中華の、うん、中華の大好きで。うめえわ。めっちゃうまそうじゃんこれ。豚肉、そう、レバニア、イコン、うん、何これだね。中華のレバニア。レバニアのマジで一番食べるやつ。まあ一番マジでアスリートの中で一番食うのは、サッカー選手の中で一番食う。うん、食べる部類かもね。それマジですごいよね、うん、俺やっぱさ、運動しなくなって飯全然食えなくなった。食えなくなった。なんだったら1日2食も全然あるし。マジ？うん、あ、まあ俺もあるよ全然。それは朝ごはんと
昼が結構一緒になっちゃう。高校サッカー選手の、マキの年代ってどこが強かった？圧倒的にユース。あ、そう。うん、ね。うちの代は安高校が優勝したんだけど、安高校が選手権の前にクラブユースと練習試合したら、5-0、6-0、7-0だったから。マジで当時の俺たちのアンダーの世代の代表のほとんどがユースが入ってたからめっちゃ差あったと思う、俺らのところ。今クラブユースと結構拮抗してるじゃない。クラブユースと今交代連ってどう、交代連がやっぱいいのかな。いやいや、でもプレミアとかさ、あのリーグがあってさ、それ交代連の高校も、まあその年によって変わるけど、いや、ユースが強いチームもあれば西と東、分かれてる。そうだね、そうだね、だからとなって鳥栖ユース強かったりとか。めちゃくちゃいいらしいんだよ、ジュビロも今前田龍一監督で。良一さんが監督やってんの。そう、まあ、いいでしょ、まあ、でもそう考えたら今日の決勝はやっぱりどのぐらいの、まあ、差があるのかっていうのを見れるのも楽しい。準決勝見ても思うけど、俺たちが高校の時にやってなかったようなことが求められてるし、個人の能力っていうか実はちょっとまだ分かんないけど、チームとしてやろうとすることっていうのは結構高い要求されてるから、サッカーの私も考えないまあ、あとはそのどういうふうにしてみんなを巻き込むのかとか楽しめてるのかっていうのも注目したいね。なるほどね。一戦でやってきた人とか巻き込むとか、なんか一緒にこう何かをこうやらないと勝てないっていうのは分かってるから、そこら辺は結構ね、この若い年代からそうあってほしいよね。いや、そう、あとは俺の気持ちを大事にしてるのは高校問題で勝つサッカーをするのか、それとも次のステージを見据えてのプレーとかをやってるのが知りたいな。結構そのどこぞの高校とかは高校年代で勝つための練習とか高校年代で勝つための戦術をやってるけど、やっぱそういうことやってたらさ、上のステージ行った時に埋もれちゃうじゃないか、それが多いからさ、今日は特に次のどういうプレーをするのか見てそうだね。ちょっとすぐレジ行きます。大丈夫大丈夫大丈夫。え？大丈夫、俺払う。お願いします。早いんだよ。一応まとめ準決勝とは偉い違う。違う、小学生たちだけど全然違う。リーダーとその辺かな。じゃあこの辺で。すいません、はい、国立競技場に着きました。これから2本目の仕事、中がちょっと撮影が難しいのでここで1回で終わってまた再合流ということで、はい、はい、ちょっとどういう試合になるか分かりませんが、はい、ちょっとまあ人もボールもね、動く試合ですけども、だから見てる僕たちの心を動かしてほしいですね。はい、はい、うまいこと言ってないですよ。えうまいこと言ってないですよ。はい、はい、ということで選手権終わって、はい、移動してきました。はい、でこちら所属事務所、ここは堀プロです。はい、はい、したんですが、ここで選手権のその、インタビューというか、はい、準決勝と決勝を見て、実際にスタジアム行って、今の高校年代のサッカーのスキルとか、どれぐらいの位置にいるのかっていうところを、ちょっと、コラムの時に、はい、書いて、その取材を受けます。なるほど、はい、まあ、これ込みの選手権の、その、決勝の観戦ということですね。そうです、そうです。はい、まあ、こちらが、まあ、本日2本目ということで。はい、3本目じゃない？3本か。4時半。まだ全然朝5時からです。ほんまよ、ほんまよ。はい、じゃあ早速ね、そちらも、はい、撮影させてもらおうと思います。承知です。いってらっしゃい。監督のその戦術感とか、やっぱ今回のワールドカップもそうだけど、前半相手の動きを見て後半自分たちが違う姿に、変わる、で戦術も変わるっていう戦いが、まあ、見事にハマってるのかなと思うんですけど、この年代で勝つサッカーをするのか、それとも次のステージを見据えた戦いをするのかって全然やっぱり違うじゃないですか。だからその自分が指導する上、指導者になる上でやっぱどの年代にも見ておきたかったし、テレビじゃなくて生で見ることによっていろんな発見があるし、まあ、何よりも監督になる上でどの年代でも見ておいた方がいいっていうのは、
あったんで、僕にとってはすごく勉強になりましたね。3番目終了。ヒエイエイ、お疲れ様でした。今、まあ、選手権の、はい、まあ、総括ということで、まあ、コラムのインタビュー取材、うん、やりました。はい、はい、終わって今が、5時20分ということで、今日牧野智明1日密着としては、うん、まあ、仕事の完結、とりあえず完結です、はい、お疲れさまでした。いや、もう全然充実してたし、うん、面白かったね。いや、面白いし、うん、濃いね、やっぱり一個一個の仕事量の、うん、もそうだけど、やっぱ濃い仕事をしてる、いいね、やっぱ充実感を感じます。サッカーに携わった、うん、違う角度からこう見ていろんなことできるって面白いよね。うん、あの、せっかくなんでコラムでもちょっとお話はしてると思うんだけど、はい、うん、東山高校と岡山学芸館の決勝実際どうだった、見てて、うん、今の現在の高校サッカーだったり、うん、まあ、今後っていうところも含めて、うん、率直な印象。僕がね、指導者をやりたいとか、うん、これから監督やりたいっていう目線で見るのと、うん、選手目線で見るのって全然違うじゃないですか、うん、でも今の高校生ってめちゃくちゃうまいですよ、やっぱり、うんうんうん、うまい、うまい、ただやっぱうまい選手が活躍するわけじゃないし、うまい選手が次のステージに進むわけじゃないけど、うま、ん、い選手からやっぱり怖い選手にならなきゃいけないっていうのもあるけど、うん、その中でもう少しこう個の能力、この年代からどんどんこう貪欲に積み上げていくことっていうのが少し足りなかったのかなっていう印象があるんで、うんうん、例えばこう決勝もそう、準決勝も見ましたけど、うん、大会全部を見てもそうだけど、やっぱ得点ランキング、うん、得点王争いの3点だったし、やっぱあまりにも PK が多い大会ってことを考えたら、うん、どうやったら点を取れるかとか、どうやったらこの難しい時間帯局面を打開できるかっていう、うん、1本のパスとか1本のシュートで試合を動かせられるような選手、まあ、個の能力っていうところをこの年代からもう少し上げていかないといけないのかなと思ったね、うん、チームの全体としてのそういう戦術やり方っていうところは、まあ、自分が高校年代の時でもものすごく上がってきてるなと思ったけど、高校年代で勝つサッカーをするのか、うんうん、次のステージで活躍するためのプレーをするのかって全然違うんで、うんうん、まあ、そこら辺をもう少し厳しめで言うと見たかったかなっていうのがあります、うん、僕も、うん、まあ、ちょっと同じ意見ではあるんですけど、うんうん、まあ、これ日本サッカー進む上で組織、うん、組織は今は特にね、組織がフォーカスされてる、戦術とかがすごく全体像を見ても、はいはい、でも組織を壊すのは個だと思ってるんですよ、はいはいはい、それを象徴したのがワールドカップアルゼンチン代表、うん、であれはもう組織をもう完全に個で崩してた、うん、部分はあったと思うので、うん、でまあ、これはずっと繰り返されるんですけど、うんうん、組織っていうより個が育ってほしい、はい、その上で、まあ、戦術っていうのはいろんなね、あの指導者含む日本サッカーっていうのがかなり一般視聴者も多分フォーカスし始めてるから、うんうん、だからサッカー人としてはやっぱその個にやっぱ間違いない、うん、特にこのユース年代っていうのは日本サッカーを司る部分で重要なこの立ち位置になるから、うんうんうん、そういう意味ではやっぱこう特にその点を取るっていうこととか、うん、個人で守るっていうことに関してはやっぱ特化してどんどんね成長していってほしいなっていう、うんうんうん、部分もあった、うん、で特にその象徴的なシーンが後半の岡山の方の攻撃がサイド攻撃を使ってたじゃないか、はい、特に左サイド、うん、東山の左サイドの、はい、裏側 の、 その、ポケットのところをうまく攻略して、うん、センタリングに対してのこう詰めるので、うん、得点シーンだったでしょ、うん、でワールドカップもあったんだけど、ね、両ワイドワイドのクロス、うん、特にえぐった位置からって4バックじゃ守りきれない、はい、だから日本代表は5バックにしてただろうし、うんうんうん、別に4でも5でもいいんだけど、うん、岡山としては一応戦術的な変更だったり、うん、相手のウィークなとこついてやってたと思うんだけど、うんうん、まあ、そこはそこで一つはまあ一つの正解を導いたと、はい、東山でいうとやっぱそこ の、 あの組織っていうところを相手がやっぱ引いてうまくブロック作ってたから、うんうん、そこをねこうどうにか崩すっていうところの、うん、やっぱそこは個だったり、うん、戦術的な部分だけじゃ打開できないから、うんうんうん、まあ、そういう意味ではなんかこういろんな 見え方があったかなっていうのはあったから、うんうん、まあ、そういういろんな願いをもう踏まえて、確かになんか本当に究極言えば、うん、みんなすごいいい子だなって思った、うん、いい子ってサッカーには必要ないよ、うんうん、別に暴れろとか、うん、喧嘩しろとか、うん、文句言えとか言わないですけど、うん、俺がじゃあ高校年代の時どうだったかとか、うん、やっぱこうトップレベルで代表選手に絡んでくる選手たちはどうかっていうと、自己主張が強かったり、うん、感情をやっぱ表に出せる選手ってめちゃくちゃこう
状況を変えたりとか、うん、仲間を鼓舞する姿でスタジアムの空気を変えたりとか、うん、ものすごいできるんだけど、うん、やっぱ教育なのか難しさはあるけど、やっぱそういうずる賢さっていうところをもう少しこの年代から積み上げていけば、うん、もっと化ける、うん、もっと怖い選手になるから、そこをちょっと出してほしいなと思いますね。まあ、分かりやすく言うと、さっきコラムのインタビューでも言ってたけど、キーパーがコーナーキックキャッチしてカウンターにすぐに移って、それでピンチになるシーンが両チームとも多かったっていう。そう、あそこはやっぱプロフェッショナルファウルだったり、そこの進路を妨害するじゃないけど、そこでやっぱカウンターを防ぐっていう一つの大事なんよねとか、そういうマリーシア的な要素をやっぱりこの年代は特に出してほしいっていうね。まあでもそれってさ、選手が感じることはもちろんだけど、やっぱりこう、僕が指導者になりたいっていう意味では、指導者が伝えられることってたくさんあると思うんですよ、うん、高校年代とかね、うん、だからまあ、気づいたことを伝えてあげるっていうのを、やっていかなきゃいけないですよね、まあ、総括してやっぱ世界っていうところの、まあ、ワールドカップも、はい、あのね、インタビューや解説やってたと思うんですけど、はい、やっぱ世界っていうのを間近で見て世界を体感してるからそう、今もう日本の立ち位置が世界とどうやって縮めるか、4年後っていうところにフォーカスされてるからこその要求は絶対的に高くなってる、はい、みんなそうなんですよ、一意見として、まあ、捉えていただければと思うので、はい、選手は成長してるんですよ、それはもう全体的に思います。もうすごいやっぱ上手いしね、上手い、だから、やっぱり僕も選手上がった意味では、指導者のレベルも選手と同様一緒に上がっていかなきゃいけないので、見方とか接し方とか、まあもちろんそのチームマネージメント、チームビルディングのところも、やっぱうまくやっていかなきゃいけないんで、そういう選手が成長して、やっぱ現場のコーチも成長していったら、もうかなりすごいもの見えるんで、早くなんかそういう場がね、自分もできればなと思いますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、まあ、今日あの最後総括してもらって、はい、今日クロージングと行くんですけど、はい、もう朝5時からです、はい、十分十分、はい、だいぶお腹いっぱいですけど、はい、まあ今後、はい、まあ、引退されてもほやほやってことで、はいはい、まあ、今後の目標と、まあ、これからそのサッカーシーンで活躍する選手たちに向かってちょっとメッセージを最後いただいて、クロージングとさせていただければと思います。今日一日那須大輔さんに密着していただきましたけども、また引退した後の僕の動きだったりとか、どういう活動をしてるかっていうのを、まあ、ちょっとではありましたけども、見せることができました。で、今後自分の活動だったり、どういう風にサッカー界に恩返しをしていくかっていうのはですね、後半槙野智章チャンネルですね、あのコラボの後半ということで、はい、そこで熱く語り合いますので、はい、ぜひ皆さんそちらの方をご覧ください。はい、まあ、今回これでクロージングです。実はこの後に槙野智章 YouTube チャンネルの撮影があります。ありますね、まあ、そちらの方で、はい、まあ、詳しくは今後のビジョンだったり、うん、まあ、日本サッカー、引退後のセカンドキャリアとかも含めて、細かくお話しさせていただこうと思ってますので、はい、概要欄の方に槙野智章 YouTube チャンネル記載してありますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。お願いします。はい、今日は槙野智章さんの一日密着でした。ありがとうございました。ありがとうございました。